キャッチクエスチョンズアカデミーの初心者向けプログラミング講座となります。この番組では複数のプログラミング言語を比較しながら勉強する新しい学習法を取り入れております。主に取り上げる言語は画面の通りです。目的はスクリプトを丸暗記するより概論を理解することにあります。聞き流すぐらいの感覚でお付き合いいただければと思います。この学習法は米国のプログラマーの間でも直感力を養うために有効なトレーニングとして確立されております。はい、では早速ですね、第1回目としてこの変数ですね、プログラミングの基本のキーにもなるものなんですけど、結構ねこの変数って結構奥が深いんですよ。でこの変数の実態って何なのかなっていうものを、SWIFT を主に、中心にちょっと解説させていただきますが、それ以外にも Python とか、それから PHP、また Bash とか、その辺の、Bash はスクリプト、シェルスクリプトの一つなんですけど、そういった言語をいろいろ比較しながらちょっと解説させていただきたいと思います。で、本番組では、なるべく基本のスクリプトとかを中心に、で、いろんな言語でこう比較するっていうようなスタイルで進めさせていただきたいと思いますんで、細かい、この記述とか、そういった正確性とか求めずに、概論でざっくりと、こんなもんだなみたいな感じでちょっと見ていただければと思います。で、まずですね、こちらのプレイグラウンドで、こちら、変数、str っていったものに、この文字列ですね、これをこう代入した時の様子を、こちら示したものなんですが、まずですね、まず Swift からですね。この Swift っていうものは、言語の中でも結構特殊なんですよね。何が特殊かっていうと、型がかなり厳密にこう定義されてるんです。で、この、この変数の入れ物みたいなイメージなんですけど、この入れ物の中に、例えば文字であったりだとか、それから数字であったりだとか、それからと、数字ですね。それからと、ブール値とかありますよね。いろんな型があるんですけど、一回最初に決めた型はもうずっとそれで守りましょうみたいなルールがあるんです。で、Swiftならではの、この宣言定義、このバーってものがありますね。はい。で、これで、この後ろに書く、この str って書いてある文字があると思うんですけど、この str は別にこう、x だろうが y だろうが、いろんな文字列を書いてもいいんですけど、バー宣言で str 定義したものに、これが変数として定義されて、この文字列がこの中に入ります。で、これを出力するとどうなるかっていうのを示したものが、こちらですね。プレイグラウンドではこのように下の方にこう文字列が吐き出されます。はい。では、次の例をちょっと見てみましょう。で、次にですね、変数っていったものは、これ数学と、ちょっと違うんですね。数学の変数と、このプログラミング変数っていうのは、これ同じではないんで、初めてこのプログラミング言語とか学習される方はこうちょっと注意していただきたいんですが、どういうふうに違うかっていうと、更新ができるんですね。はい。更新。どういうことかっていうと、一番最初に決めたものが全てじゃないんですよ。数学の場合は一回こう、左辺と右辺がこうイコールの関係になったら、この関係値は崩れないんですけど、プログラミングっていうのは上から下にこう、走るような特性がありまして、下に書いたものが最新のものになるんですね。なので、ここの str の時は、hello playground って書いてあるんですけど、その次にこの yes って文字列代入すると、この出力結果が、このようにこう、yes っていうような感じで吐き出されますね。なので、str はもう hello playground ではなくなったっていうような、そんなような意味合いになってきます。で、次に、この swift を考える上で、もう一つこの、変数宣言の定義をちょっと覚えてほしいのは、この let って定義がありますね。これはバーとセットで覚えてほしいんですけど、先ほどのバーと。let 宣言にすると、更新をできなくさせる。はい。更新をできなくさせるっていった、効果があります。これはミス入力とかこうしてしまう、間違いとかそういったものをこう防ぐためにこうできたものなんですが、要するに、これ、ハロープレイグラウンドってこう代入したものを、
またこの違う文字列で代入すると、するようとすると、この1個、エラーが出るんですね。はい。で、X コードとか、iOS アプリ開発とかそういうのにこう使う X コードとかですと、こういった赤字で、何かこう、ミスタイプしたところとか、そういった箇所をこう知らせてくれるようなデバッグ機能があります。これ結構便利なんですよね。だから私、結構ね、プログラミング初心者の方に、最初にこうどういった言語を学んだらいいですかとかアドバイスちょっと受けたりするところなんですけど、やっぱね、一番こう、結構大切にしてるのは、こういったデバッグ機能でこう丁寧に教えてくれるやつですよね。で、Swift って結構いいんですよ、その点はね。で、ただね、ちょっと注意してほしいのは、Swift と Swift UI ってのがあるんですけど、Swift UI はですね、いきなりの丸初心者がやるにはちょっとね、あんまおすすめできませんね。っていうのが、デバッグがね、まだできたばっかの言語っていうのもあるって、これ不完全なところなんですよね。はい。で、絶対合ってる記述なのになんか赤字でなんかエラーを起こしたりとかするのが今結構多発で発生してるんで、だから初心者の方は Swift UI じゃなくて Swift の方をちょっと最初に学んだ方がいいですね。はい。で、中でもこのプレイグラウンドとか結構練習に結構いいんでね。はい。で、これSwift の言語でやってるんですけど、このデバッグエリアにこんな感じで、レッドじゃダメですよ、バーを使ってくださいね、っていうような感じで、ね、更新するには。そんな感じでこう丁寧に教えてくれたりするんですね。はい。で、これが、ここまでSwift でちょっと中心にやらせていただいてますが、後に PHP とか、あとはバッシュとかその辺もちょっと、本日、お伝えする予定ですんで、まだちょっとSwiftの方でお付き合いいただきたいと思います。で、次にですね、この、Swiftの方では、この変数、これを、こんなような書き方もできるんですね。で、今度は数字をこう変数の中に代入してるんですけど、数学とか結構やってる方はこれちょっとなんかね、あれって思っちゃうかもしれないですよね。左辺と右辺は等しくないですよって感じ。にちょっと見ちゃいますよね。で、プログラミングではですね、こういうイコールの意味は、左辺と右辺が等しいっていう意味ではないです。等しいっていうわけじゃないですね。どういう意味合いがあるかっていうと、このイコールっていう意味はですね、右辺のものを、左辺に、代入するっていうような意味があるんですね。右から左に行きます、これ。方向がありますんでね、これ覚えておいてくださいね。はい。で、どういうことかというと、右で決めた値を、左に更新するっていうような働きなんですね。で、これどういうことになるかというと、最初、str の、この変数は1って定義されたんですね。で、今度はですね、この1を、1プラス2を代入しますっていうことになるんですよ。そうすると、これ、どういう数字になるかわかりますかね。吐き出すと。で、これ下の方に出るんですけど、これ3になりますね。はい。1プラス2した3の値が今度新しく str に代入したんで、この3というような値になります。はい。最初ね、この辺がね、数学とちょっと違うところなんで、ちょっと悩むかもしれないんですが、この辺も、ちょっと、覚えておいてください。はい。で、もう一つね、変数を覚える上でセットでちょっと覚えていただきたいのが、コメントアウトですね。はい。コメントアウトです。コメントアウトはですね、もともとプログラミングとか書いてる間に、なんかちょっといっぱいこうね、記述がこう長くなってくると、メモをね、ちょっと書きたくなってくるときとか結構あるんですよね。もともとそういう目的で作られたと思うんですけど。で、どういうことかっていうと、ここで二重スラッシュでこうやってるんですけど、こういう行頭に、この、二重スラッシュを書くと、この文字がちょっと緑になるんですけど、何が起こるかっていうと、ここで書かれているスクリプトが、単なる、メモになっちゃったっていうような意味合いなんですね。コメントアウトしちゃった。どうするかな、プログラミングとして機能しなくなるような効果をさせることができるんです。はい。で、これでどういうことができるかっていうと、ここの書かれている記述がスキップされて、そのまま次にこう移行するっていう。下のスクリプトが、作動するようになると。そうなると、吐き出される数字が、1を代入したんで、この下の方には1として吐き出されますね。はい。こんな感じで、何か、
まあ、実験的に、ある部分的なスクリプトを動作させたくないとか、そういうような時にはこういう書き方が結構有効ですんで、まあ、私としてはこのコメントとしてコメントアウトで使うよりか、実験的にこの部分を機能させなくさせてちょっと動かしてみたいとか、そういうのに結構使ったりしますね。これすごい便利なんで覚えておいてください。コメントアウトです。これはSwift に限らず、どの言語にもある考え方ですね。はい。で、その次に、ちょっと行っていきたいと思います。今度はですね、Python についてちょっと見てみましょう。はい。で、ここで取り上げるのが、Python の3ですね。3.6 でちょっとやらせていただいております。はい。で、ここまでSwift では変数制限ってあんな感じだったんですけど、じゃあ Python ってどんな感じかっていうと、Python もまたSwift にちょっと近いんですよね。だから、初めての方だったら、Python と Swift を同時に覚えていった方が結構効率いいんじゃないかなとも思ったりもするんですけどね。はい、で、まずですね、まあ、Python では、この、Hello Python という文字列をどういうふうに代入するかというと、まあ、こういうふうにいきなりこう変数宣言することなく、文字の塊を記述して、これでいきなり吐き出すと、これも変数が入ってるんですね。Hello Python って入ってますよね。はい、で、これがですね、結構、まあ、レッドとかバーとか、そういう宣言がないで、なんですかね、書きやすいっちゃ書きやすいんですけど、結構これがね、あだになることが多いんですよ、Python ってね。まあ、何かっていうと、結構ね、プログラミングとして機能してしまうような文字列を間違って、こういう変数定義しちゃうなんてこと結構あるんですよ。例えば、len とかいう関数がありますよね。これは文字列の、まあ、文字数をカウントする、やつなんですけどね。こういうような、ファンクションとして機能するような文字列を間違ってこういうので使っちゃったりすると、結構痛い目見たりするんですよね。なんで、Python の場合はですね、変数宣言とかそういうのがちょっと、曖昧なところがあり、書きやすいのはいいんですけど、間違って、機能的な、文字列を、変数として代入しちゃうのを防ぐためにも、なるべく長めで、意味不明な文字列ですね。XYY とか、あとは X で2文字目を、こう、大文字にするとかね。こういうようなものを文字列として変数に使った方が、間違った、文字列の代入を予防できるんでいいと思います。で、この、Python はですね、これは Swift で言うと Let っていうよりかは Bar としてこう機能しますね。で、これはどういうことかっていうと、更新がもうデフォルトで可能なんです。はい。で、Hello Python って言った次にまたこの、その下で Yes っていう、ね、文字列を定義したりすると、こっちに更新されるんで、プリントで出力される、変数がこの Yes になるっていうような感じですね。はい。これは Python の特徴ですね、変数の。はい。で、数字の代入も、まあ同じような感じですね。1たす2を代入すると、3が出ると、こんなような感じになってます。はい、で、コメントアウトの方なんですけど、こちらがですね、シャープを、使います。はい。先ほどの Swift だったら、ダブルスラッシュだったと思うんですけど、Python ではこちらのシャープですね。シャープを使うと、ここがコメントアウトされるようにこう機能します。で、これはね、ショートカットとかもあるんで、結構便利なんですけど、コマンドと、それ、コマンドとこのスラッシュのボタンの、ね、これを押すと、コメントアウトとかできるんで、こういうのも結構使ったらいいと思いますね。コメントアウトのショートカットは結構便利なので、覚えておくといいと思います。では、次、ちょっとここからちょっと、不慣れな方はちょっと難しくなってくるかと思うんですけど、今度はですね、PHP について見てみましょう。PHP の変数ってどうなってるか。はい。で、PHP のこの言語はですね、結構HTML とかと相性がいいんで、HTML 内でなんか変数使って、なんか記述して、ちょっと動的なウェブページちょっと作りたい。そういった時に、結構便利な言語です。ただ、デバッグはね、結構、まあ、ちょっと、まあ、あんまよろしくないんで、
初心者の方いきなり PHP やると結構つまずいちゃうこと多いかもしれないですかね。どこでこうミスしたのかって、なかなかね、エラー箇所を探すのは結構難しいんですよ。はい。私もPHP はちょっと結構敬遠してる方なんですけどね。まあどっちかっていうと PHP の部分を Python で書けるなら Python で書くようにしてるんですけど、Python はね、専用のエディッターとか使うと結構まあ、ミスしてる箇所とか結構きり、親切に教えてくれたりするのもありますんでね。はい。で、PHP はですね、これをちょっと記述するときにちょっと、結構おまじない的なものなんですけど、これ、ちょっといろいろ書かれていて、ちょっと見にくいかもしれないですが、まずおまじないとして HTML の書式を、この上と下にちょっと入れてます。で、HTML はちょっと今回お話しするのはちょっとスキップさせていただきますが、まあ、要するに、ブラウザ上で、文字列を見るためのおまじないみたいなのがここにこう記述されてると思ってくださいね。はい。で、PHP のを作動させるには、こういうような、タグでくぐります。それが、こういうような感じですね。上が PHP ですね。はい。で、下が、ハテナで終わらせた。はい。まあ、もちろんですね、こういうような感じで、で、ほにゃららを書いて、ハテナって1行で収めてもいいんですけど、まあ、要するにこのタグと、このタグの間にスクリプトを書くと。そんなような記述になってます。まあ、よくね、こんなようなタグの書き方するのは、まあ、要は人間が見て見やすいようにするためのものですね。この、PHP 上でのこの、記述、まあ、HTML と同様なんですけど、改行しても、このタグが終わる、合図があるまでは、そこまでは PHP 言語がこう書かれているとして、このファイルが認識されますね。はい。で、ちょっと前置きが、長くなってしまいましたが、PHP の場合はですね、変数を定義するためには、このドルマークが重要になってきます。これがここ変数ですよっていうようなおまじないになりますね。変数。で、記述例としては、ここにこうドルマーク str っていうような感じで、それで文字列が個代入されてます。はい。それで、プリントも、まあできるんですけど、まあ、こっちの方が PHP だと、一般的ですかね。エチョーっていう。エコーですね、エコー。これで、ここに記述した変数が、の文字が、この箇所に吐き出されるっていうような感じになりますね。プリントと同じような感じで、こう、吐き出されるようになります。で、これを実行すると、どうなるかと、こんな感じですね。hello.php っていう文字列が、ブラウザ上のファイルで、こう、出力されます。で、もう一回見てみますと、ここですね。hello.php ってこう書いたものが、変数に入って、その変数をエコーによって吐き出した。それがボディ、HTML のボディの位置にこう、文字として表示されるというような感じの、記述になっています。そうなることによって、ブラウザ上でこのファイルを見てみると、これはサファリで見てるんですけどね、hello.php って文字がここにこう出てますね。はい。で、次にですね、この PHP でこう注意しなきゃいけないところがあるんですけど、この PHP はですね、この末尾、一行の末尾に、このセミコロンを書かなくちゃいけないっていう縛りがあるんですね。これね、結構忘れやすいんですね。スビフトとかやってると結構よく忘れちゃうんですけど、これがないとね、全く機能しないんですよ。これちょっと恐ろしいんですけどね。だから、これちょっと注意してほしいんですね。で、これの状態で実行するとどうなるかっていうと、こんな感じです。真っ白なんですよ。何も教えてくんないんですよね。どこで間違えたか。なので、これがちょっと怖いんですよね、PHP ね。はい。まあ、こんぐらいの、少ない行だったら、まあ、この箇所はすぐわかるんですけど、これが大量のね、記述になってくると、この一文字抜かしただけで画面こう真っ白になったりすることとか結構あるんでね。これね、結構怖いんですよね、この PHP ね。だから私はあんま使わないんですけど。まあ、ただね、この PHP は結構ニーズがありますんで、ウェブ上の HTML とかちょっとだけ動的にしたいなんて言うときは結構便利なんでね。まあ、どのサーバーとかでも、レンタルサーバーとかでも結構導入されてるやつなんですね。だから、まあ、PHP は今、覚えてて損はないと思うんですけど、まあ、こんな感じで、セミクロン1個抜かしちゃうと、表示できなくなっちゃうっていう縛りがあります。ただ、これがですね、またちょっと厄介なのが、最後に起こすコードだったら別にセミクロン抜かしてもいいみたいな、そんなところなんですね。はい。
まあ、これどういうことかっていうと、これを実行するとちゃんとこう表示されるんですよ。はい。まあ、これがね、もうちょっと厄介なんですけどね。はい。ただね、こういう、じゃあ最後だから、セミコロ抜かしてもいいかみたいな考えで、まあ、そんなことでやっちゃうと、いつかね、真ん中のものでもセミコロ抜かしちゃったりすることがあるんで、まあ、こういうような書き方はなるべくせず、まあ、なんでもかんでもやっぱね、まず、行の末尾にはセミコロつけるみたいな習慣をつけておいた方がいいと思いますけど、まあ、そんなような、ルールがありますね。はい。で、次にですね、じゃあ、PHP で数字を代入してみたいと思います。どうなるかなっていうのが、大体こんな感じですね。まあ、この辺の記述方法は、大体 Swift とかと同じですね。1代入して、1と2を代入したものをエコーで吐き出すと、どうなるかと。これは、ちゃんと3っていうような感じで出てきますね。はい。で、次に、この PHP 内でも、このコメントアウト、使うことができます。はい。で、コメントアウトは、こちら Swift と同じかダブルスラッシュでいきますね。これで、この箇所を抜かしますんで、この状態で、エコーで吐き出すと、1っていうようなものがこう吐き出されると、このような感じになります。はい。では、最後、ちょっとだんだん難しくなってきますが、バッシュですね。はい。これはですね、Mac のターミナルとかで、起動してみると、なんか黒い画面がポーンって出てきて、なんか文字列がここ出てくるんですけどね。はい。まあ、これをね、バッシュとか使いこなしてくると、なんかまあ、ちょっとしたハッカーみたいな、そんな感じな気分になれるかとか思うんですけど。まあね、結構ね、ちょっと難しいんですよね、これね。ただ結構、応用的にいろいろ使えるんで、覚えては損はないと思いますね。はい。特に Python とかやる方であったら、このターミナルで、バッシュで操作して、いろいろライブラリとかそういうのもインストールしたりとかするのに結構使えますんでね。これちょっと覚えて損はないんで、ちょっと最後ちょっと難しいですがお付き合いいただければと思います。で、ターミナルのこのバッシュでも、実は変数って使えるんですよ。はい。変数に代入したりとかできるんですね。で、記述はどうなのかなっていうちょっと見てみますと、まあ文字列なんか書いて、で、イコールつけて、それでこう、まあ、文字列の印のダブルコーテーション、まあ、もしくはシングルコーテーションでも大丈夫ですけどね。それで入れます。で、その次に、これでエンターを押して、もう一回こうエコーっていうような感じで str 吐くと、で、ここはちょっと注意必要なんですよ。ちょっと拡大しましょうか。はい。エコーで吐き出すときなんですけど、これだと str は、str って書かれちゃうんですね。はい。ただ、これに、今度は吐き出すときに、このドルマークをつけるんですね。ドルマークですね。はい。この PHP とちょっと逆ですよね。はい。PHP ときは、宣言のときにこのドルマーク使ったんですけど、このターミナルのバッシュでやる場合は、最初文字列でこう、変数に代入して、吐き出すときに、このドルマークをこう使うと。そうすると、str に、この変数として認識されて、ハローバッシュっていう、最初代入したこの文字が、ここにこう出てくるっていうような、そんなような仕組みになってますね。はい。で、次に、他の例として、どういうのちょっと見ていきたいと思います。で、基本ね、バッシュの場合って、1行なんですよね。1行。はい。まあ、なので、ちょっと続けて、いろいろコード書きたいっていうときは、便利なのかな。セミコロンを使うんですね。はい。まあ、PHP も同じなんですけど、1行にセミコロンを打って、その次に書いたら、2つのスクリプトがこう走るっていうような意味合いになってくるんで、1つ目が、もうスクリプトがここ、2つ目がここっていうような感じで、1つ目と2つ目をこう分けるような役割として、このセミコロンがありますんでね。はい。で、最初の、ここで str に1を代入しました。で、その次にエコーでこう吐き出すと、ちゃんと1って吐き出されましたと。で、その次に、今度は、ここでちょっと難しいんですけど、数字を、このターミナルで、数式ですね。はい。数学的な処理を、ちょっと、バッシュでやってみるときにちょっと注意点があるんですけど、これまでに、ちょっと学習してきた内容だったら、これでなんとなく、str に3がこう代入されそうかなって感じもしましちゃいますよね。で、これね、バッシュだとちょっと記述方法が違うんで、最後にちょっとここをお話しさせていただきたいと思います。で、この状態で、エコーで吐き出すと、str には str プラス2っていう文字列がこう出ちゃうんですよ。これがちょっと厄介なんですよね。はい。
数学的に1たす2が3っていうような感じで融通聞かせてくれないんですよね。はい。じゃあこれを1たす2プラス3みたいに出すにはどうしたらいいのかっていうところなんですけど、そういう場合はこんなような書き方にします。はい。で、ですね、1たす2の3、あ、すみません。この次のスライドでしたね。これ間違えたスライドでした。はい。これですね。はい。まず、STR に、ここですね。ここか。STR に1を代入して、STR が1に代入しました。で、次に、1たす2した3を吐き出させるには、ちょっと難しいんですが、こんなような記述になります。ここをちょっと抜粋して書きますと、ドルマークで、括弧を2つでくくってやるんですね。で、ここに数式を書くっていうような、記述になってます。はい。これ難しいんでね。括弧がここに2つあるんでね、注意してくださいね。はい。わかりますかね。そうすると、ここの中の変数の動きが数式として処理されるようになります。はい。これはまあちょっとおまじないみたいなものなんですけどね。これ2つちょっと括弧が必要なんですよ。数式として作用させるには。で、これ以外の書き方してしまうと、なんか文字列のように、こう吐き出すような感じになっちゃうんですよね。だおそらく、ちょっと私も詳しく分かんないですけど、このプラスを、数学的なプラスとして作用させるためのおまじないが、この二重括弧にこう、秘められているのかなって感じですかね。はい。それで、STR の、この変数が1として、1たす2の3っていうような感じで評価されて、最後、それで計算された STR が3として、ここに吐き出されるというような感じになりますね。はい。まあ、以上、こんなような、感じで、これからもちょっと進めさせていただきたいと思いますので、次回もちょっとご期待いただければと思います。本番組では、こんな感じに初心者向けのコードを中心に解説させていただいております。将来、一流のエンジニアとして売れるアプリを作れるかどうか、これは一つの言語だけでは限界があります。だから複数の言語を学びましょう。また同時に学ぶと効率がいいのも確かです。本番組以外にもアプリの作り方や販売戦略の情報発信も行っております。ご興味がありましたらホームページまたは番組概要欄をご覧ください。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録や